こんばんは、小林茂です。西村明子です。9月に入りましてもう1週間ますます目が離せなくなってくるプロ野球なんですけれども、今日はセ・リーグ、パ・リーグと1試合ずつが行われております。まずご覧いただきますのはセ・リーグ、独走体制を固めたいジャイアンツ、2連勝の後3戦目ということになりますね。横浜球場で太陽との対戦です。私のまま踊りたいね。今夜は豪華メニューが揃いました。まず V1 目前の巨人軍大野さんがスタジオに出演してくれました。後ほどじっくりとお話を伺おうと思います。そして、これは初めてのことだと思うんですが、エジプトのピラミッドからの衛星生中継、さらにニューヨークの太郎さんの音楽ツアーの問題などもあります。さて、それでは私のパートナーを呼んでいくも、こんばんは、筑紫哲也です。と言いましてもここニューヨークは朝です。ニューヨークが一番美しい季節の一日が始まろうとしております。さて、私たちの番組1年が経ちました。今日から正式に、加わるチューリップテレビ、富山のチューリップテレビを含めて300万円出せばあなたを部長として雇います。こんな歌い文句で職を求める人たちから出資金を集める標本が各地で問題になっています。その多くは多額のお金を払って入社したのに給料が支払われないということです。100年の歴史の幕を閉じることになります。と呼ばれる違法行為が行われていたと指摘し、こうした帳簿に記載されていない債務が2648億円に上ることを明らかにしました。そして会見の最後、野沢社長は次のように語りました。私らが悪いんであって社員は悪くありませんから、どうか社員の皆さんに応援してください。お願いします。ご利用いただきましてありがとうございます。新宿渋谷品川方面